ヨアキム・ボルトセン、2008年ヨアキム・ボルトセンは、デンマークの元ハンドボール選手。ハンドボールデンマーク代表として2008年欧州、男子ハンドボール選手権に出場し、ヨーロッパチャンピオンを獲得した。ボルトセンは、キフ・コールディング・コボン・ホブンでプレーし、以前は、ハンドボールド・リーガエンのアブ・ハンドボールドや、スペインリーグの FC ・バルセロナでプレーしていた。ボルセンの初期のキャリアでは、 彼は1993年からヘルシンガー・イフでプレーし、1997年から1999年はゴック・ガドムで、1999年から2001年はティービー・グロスウォールストット、そしてエジャックス・ファーム。2001年から2007年はドイツのハンドボール・ブンデスリーガの SG ・フレンスバーグ、ハントでプレーし、2004年に初めてのチャンピオン獲得に貢献した。 彼は2003年、2004年と2005年にフレンスブルクと DHB ポカールを獲得した。2007年にデンマークハンドボールリーグのアブハンドボールドチームに移り FC バルセロナハンドボールに移籍した。FC バルセロナでは2008、2009にスペインスーパーカップで優勝した。現在はデンマークのチームアガンドボールドでプレーしている。ヨアキム・ボルト戦は 1998年8月23日にハンドボールデンマーク代表にデビューし、その後10年間で186試合に出場し、405得点を記録した。2008年9月30日、彼は FC バルセロナへの移籍に伴う移動時間の増加により、代表チームから辞任すると発表した。彼のキャリアでは、彼は2008年のヨーロッパ選手権、 そして2007年の世界選手権でブロンズを獲得したチームの一部2002年2004年そして2006年にヨーロッパ選手権でブロンズを獲得した。ボルト戦はデンマークが準々決勝に進んだ北京の2008年夏季オリンピックでプレーしクロアチアに敗れて7位となった。ジュニアとしては1996年にデンマークとジュニアヨーロッパチャンピオン。 1997年にジュニアワールドチャンピオンになった。ヨアキム・ボルトセンは元国家チームハンドボール選手のステーン・ボールドソンの息子である。彼はナンシー・リート・ビルド・ボールドソンと結婚しており、娘にフルールがいる。彼はダンシング・ウィズ・ザ・スターズのデンマーク5番に参加したが、ハンドボールの練習で怪我をしたために出れなかった。ありがとうございます。